ね、今回ドレンっていうコンサドーレ札幌のスポンサーさんからちょっとプレゼントをいただきましたんで、ちょっと紹介したいと思います。こういう時ね、真っ暗っていうのがすごいダメなんだろうけれども、全盲ってそういうところが痛いっすね。本当は誰かに撮ってもらえればいいんだけど、ちょっとそういうわけにもちょっといかない環境なもんですから。でまずこれ瓶に入ってます。これがね、なんかブリの塩味のフレーク、うん、それと醤油味のフレークだね。それとこれがおつまみの用の昆布、まあだしにも使えそうですけどね。それでパクパクニシンってやつ、なんか昆布と煮込んだやつですね。これ温めてきたんで、今回はこれをちょっと食べてみたいと思います。はい、開けました。なんか温めなくても美味しいっていう風に書いてましたけどね。うん、あ、これか。ニシンとさ、昆布はな、見る限りなんかね、砂糖となんかが入ってるって書いてあった気がするんですよね。で結構マッチしてて、ニシンとね砂糖がいいですよね。それと昆布か、これがすごい効いてます。うん、まあこれはまた取っておいて後で食べようかなと思います。それから、まあ、フレークとかそういうものは全部ご飯にかけてさ、これで食べたいと思います。というわけで、魚連さん本当にありがとうございました。でコンサドーレ札幌の皆さんもこれからも頑張っていただきたいなというふうに思います。はい、以上で終わります。